今日は変えられる、変わることができる、そんなテーマでお話ができたらと思っています。変えられたソング、どうして変えられるか。自分は変わりたいと思っていないと変わらないですよね。この変えられたソングの方は、愛される喜びを知って変えられたという内容の歌でした。確かに自分は間違いなく愛されているんだと分かったら、気がつかないうちに変わっていくというのは私自身も経験しましたね。自分は愛されることなんてないと思ってましたから、家庭環境が大きく響いたとは思うんですが、それもまた個人個人で差があるとは思います。でも私は間違いなく自分が愛されているなんて思ってもいませんでしたし、神様を知るようになって、教会に通ってクリスチャンになるっていうことを言われますけれども、イエス様を信じてつながらせていただいてからも、実は私は神様が自分を愛しているなんて思えなかったんです。 100% それはないと信じてました。教会の中では神様あなたを愛してますよって言うんですけど、でそれは私はいはいと受け入れていたつもりだったんですが、心の深いところでは全然違うことを考えている自分がいたんだということをずっと後になって気がつかされました。でその頃の私はいつも人の目を意識してましたね。それなので電車に乗る時もみんな自分を見ていると思っていたんです。はい、そうなんですよ。実は私神経症だったんです。カウンセリングの勉強した時に初めて分かりました。あ、自分は紛れもない神経症だったんだと、ですから東京で、学校、牧師養成学校ですけれども、そこに、全寮制の学校に入っている時、何度も電車に乗る必要があったんですが、電車に乗るたびに油汗冷や汗でしたね。今はそんなことはないです。暑いので汗をかくことはありますけれど、でどこが変化のポイントになったかというと、ノルウェーという国に行って、ノルウェーで教会に通い始め、教会で自分を友達にしてくれる若者たちがいた。その若者たちはいつも神様の愛をしっかりと自分の中に握っていたので、ある時聖書のことで大議論になったんですね。で私は牧師養成学校出てますから、自分の方が知ってるわいという気持ちでガンガン議論したんです。でも平行線でした。相手は一歩も譲らない、そんな私だって譲るものかみたいな、いわゆる喧嘩別れになっちゃったんですよね。その時に思いました。あ、もうこれで友達関係は終わりだなと。ところが3日後に教会の集会で顔を合わせた時に、おお、また顔が見れて嬉しいよと議論したその相手が言ってくれたんです。びっくりしました。これはどうしてだろうと思って分かりませんでした。考えれば考えるほど、自分が素晴らしい人間だからなんじゃなくて、あ、これはいわゆる私たちがクリスチャンで神様がいる、神様の愛につながっているからなのかな、待てよ、そうしたら神様は自分を愛しているのかと疑問を持ったところから結論にたどり着きました。ああ、神様はこんな自分を愛しているんだ。そこから私は大きく変化していったことに今は気づかされています。一つの大きな変化、私は自分の顔が嫌いでした。何しろ目が小さい。ノルウェーで7歳の女の子に、おじちゃん目を大きくできないのって聞かれた時に、私はフリーズしてしまったんですよ。
何も答えられなかったんです。24のあんちゃんが7歳の女の子に言われた一言で何にも言えずそこに突っ立っていたんですよ。そんな私が今では自分の目をジョークの種にできますから、細い目だけど君の心まで見えちゃうぜみたいなことを言ってですね、変われるんですよね人は。いやー、私が変えられた、だから誰でも変われると思っていますけれども、次の曲をお聴きいただいた後、とんでもない変化をした人のお話をさせてもらいたいと思います。次に聴いていただくのは、上原芳和さんという人が作った Grace of Memories、 記憶の思い出の恵みって言いましょうか。彼は実は短期間いわきに滞在していました。その時に非常に大きな苦労をして、で自分の持っていた貯金も全部なくなってしまい、もう二度といわきに来るものかという思いを持ち始めていた頃に出会いがあって、その出会いを通して、あ、全部神様からの恵みなんだな、神様の恵みがあれば乗り越えられない壁はないな、ということでこの歌が生まれたんだそうです。お聴きください。 Grace of Memories。